県庁寺は、神奈川県鎌倉市山の内にある禅宗の寺院で、臨在宗県庁寺派の大本山。正式には、巨福山県庁広告禅寺と号する。鎌倉時代の県庁5年の創建で、本尊は地蔵菩薩。会期は、鎌倉幕府第五大執権、北条時より、会山は、南宗の禅宗、乱慶道高で、第二世は同じく南宗の骨不寧である。 鎌倉五山の第一位。境内は、県庁寺境内として、国の史跡に指定。蘭景、道高蔵県庁寺は、鎌倉幕府第五大執権、北条時寄によって創建された、全州寺院で、県庁五年に、落慶供養が営まれている。海山は南宋からのラ来蔵、蘭景道高であった。当時の日本は、上級の乱を経て、北条氏の権力基盤が安定していた。 京都にある朝廷の全国支配力は弱まり、政治的には、鎌倉が事実上、日本の主婦となっていた時代であった。北条時よりは熱心な仏教信者であり、禅宗に深く帰依していた。創建の時期については、鎌倉幕府の公式記録である、あずま鏡には、県庁3年から造営が始められ、同5年に、落景供養が行われたとある。造営開始時期については、 県庁元年、ないし年からとする遺説もあるが、概ね県庁元年頃から造営の準備がなされ、同五年に完成したとされる。県庁寺が所在する山のうちは、幕府のある鎌倉の中心部からは、山一つ隔てたところに位置し、鎌倉の北の出入り口の守りにあたる要所の地で、あって、北条氏の本拠地でもあった。県庁寺の境内が広がる谷は、元は、 地獄が谷と呼ばれる処刑場で地蔵菩薩を本尊とするカ田ダ山新平寺という寺が建っていた。県庁寺の本尊が全州寺院の本尊として一般的な釈迦如来ではなく地蔵菩薩であるのはこうした因縁によるものである。また新平寺の旧本尊と伝える地蔵菩薩像は今も県庁寺に伝来している。海山の乱景道とかは中国。 総末の前奏で、還元4年、33歳で来日した。はじめ筑前国博多につき、京都に一時住んだ後、宝治2年に鎌倉入りした。県庁寺が創建されるまでは、上落寺に住した。当時の日本には、すでに半世紀以上前に建立された、県人寺や呪福寺などの禅宗系寺院があったが、当時これらの寺院は、禅宗と他州との見学であり、 純水禅の道場としては、県庁寺は、正福寺などに次ぐ古さを誇るとされている。伽藍配置は中国式であり、寺内では日常的に中国語が使われていたという。乱景、道高の禅風は、中国層時代の純水禅を受け継いだ厳格なものであった。道高は、校長2年京都の県民寺に移ったが2年後に、鎌倉に戻って、県庁寺十字に復帰。 その後、文英の役の際には、中国側のスパイと疑われたためか、海の国に流されたこともあったが、後に許されて、鎌倉に戻り、公安元年4月、県庁寺十字に再度復帰。同じ年の7月、異国日本で生涯を閉じた。66歳であった。その後の県庁寺は、昭和6年4月12日に発生した。 鎌倉大地震により建造物の大半が倒壊、炎上。元から来日した一山市安氏を第十世に任じて再建に当たらせる。だが、続いて昭和4年、永二23年をはじめとする度々の火災で、創建当初の建物を失った。鎌倉時代末期には、修復費を獲得のため、幕府公認で元へ貿易船が派遣され、県庁寺船と呼ばれた。 江戸時代には徳川家の援助で主要な建物が新築、またはよそから移築されたが、1923年の関東大震災でも大きな被害を受けている。荘門山と仏殿報道から門鎌倉に住んでいた日本画家小泉厚志作の筆による雲竜図、河村瑞賢の墓荘剣当時の建物は失われたとはいえ、荘門、山門、仏殿、報道、 工場が一直線に並ぶ、仮覧配置は、創建当時の面影を残すものとされる。なお、地形の関係で、総門、三門間の参道は斜めになっている。天明三年の混流。1940年に京都の初船三枚院から移築されたものである。総門に掲げられた巨福山の額は、 県庁寺十世十字で書の名手である都来像、一山一安氏の筆と伝える。巨寺の第三角目の下に余分な点が書き加えられているが、この点があることによって字に安定感が出ているとされる。安永四年の上等で2005年に重要文化財に指定されている。三門とも表記する。三間一個の二十門で、上層屋根は小ら武器形同板武器とする。 当領は、県庁時代区の川内長兵衛である。仮装はすべて吹き放しで、扉は設けていない。禅宗様建築は一般に木柄の細いのを特色と、するが、この門は柱などの各種部材が太く豪快であるのが特色である。門の中心に位置する2本の柱からは前後左右に、香料をかけ、香料状に、大瓶束を立てて、鏡天井を支える。 上層の正面中央には、東波府を設け、ここに、県庁広告前寺の変額をかける。上層内部には、宝冠社家如来像を中心に16羅漢像、500羅漢像などを安置する。関東大震災では、上層の屋根が破損したが、これは本来、コケラ吹き用に作られていた小屋組に、江戸時代末期に重い銅板を吹いたことが原因であり、門の主要部材の被害は軽微であった。 重要文化財、寄せ棟作りで炭素も起こしがつく。芝の増上寺にあった徳川秀忠夫人高主原院の玉屋を建て替えに、祭祀譲渡されたもので、商法4年に県庁寺に移築されている。もともと霊廟建築として作られたものであるので、屋根や天井などの形式が一般的な禅宗の仏殿とは異なっている。すなわち、屋根は、 入りもやつりでなく寄せ胸造りである。また、天井は、禅宗仏殿では、平凡な、鏡天井とし竜などの絵を描くことが多いが、この仏殿の天井は、和洋の各天井である。道内には、本尊の地蔵菩薩座像、元子の地にあった新平寺の旧本尊地蔵、菩薩座像、仙台地蔵菩立像、千樹観音座像、伽蘭心像などを安置する。 道前にある白神の古木七本は、解散乱刑、道高手上と伝えるもので、樹齢約750年と言われる。禅宗以外の寺院の行動に相当する建物。入り模作造り、片見間、もこし付き、銅板武器。文化11年の上等、文政8年の春行である。当領は、県庁時代区の川内久右門。内部には、三社。 木越の境に柱が立つのみで、間仕切りはない。床は、河原の市販実機とする。道内中央奥に高さ2メートルを超える宝座を設け、その奥に、本尊千樹観の音座像を安置する。なお、天井の雲竜図は、鏡天井に直接描かれたものではなく、別に制作された絵を掲げたものである。鎌倉最大級の木造建築で2005年に、重要文化財に指定された。 天井側、小泉厚作筆の雲流図。2005年愛知万博に陳列されたラホール、中央博物館所蔵の社格行像のレプリカが、愛知万博終了後に、パキスタンより寄贈され、安置された。重要文化財で法上入り口のお門。仏殿と同じく、芝の徳川秀忠夫人隆史原因玉屋から、移築したもの。 関東大震災以来の大修理が2011年5月に終了し、移築当時の姿が再現された。竜王殿とも称する。総門と同じく、京都の初船三枚院から移築したもの。庭園は、無双素籍の作と言われる。高さ20メートルを超える50棟があったが、参道建設時に、戸跡は壊され現在は石碑が残るのみ。境内の最も奥。 山の中原にある県庁寺の鎮守である。ここに祀られる半送防言源は1890年に当時の十字であった大空感動禅寺が静岡県稲佐郡奥山の方向寺から誕生した神で日よけや昇福に利益があるという。半送坊言源とは古代五天皇御子の無門元仙禅,禅寺のもとに忽然と現れ無理やり弟子入りした白髪の老人で、 人通力を持っており、無門禅師が死去するとその老人も姿を消したという。半層棒へ登る石段の途中には、天狗の像がある。境内にはこのほか江戸時代初期の豪商、河村瑞賢の墓や、小田長雅のものとされる墓などがある。達中の本義は、祖師や、高僧の墓頭を守るために、死の徳をしたうでしらが混流した、正寺院を意味するが、転じて、 大寺院の境内周辺に建てられた小寺院を指す。県庁寺には、最盛期には49カインの卓中があったが、現在は、境外卓中を含め12カインを残すのみである。卓中の内上寺公開されているのは、境外卓中の園老寺のみ。長寿寺は、春秋などに時期を限って公開。妙高院、劉峰院は、観音霊場巡りの巡礼者のみ入れる。 他の達中は原則非公開である。蘭慶道高筆、法語規則のうち、法語憲法僕が、観音像憲法僕が、観音像転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。それ以降の指定物件については個別に客中を付した。勝上県より望む県庁時境内境内は1966年9月12日。 県庁寺境内として国の史跡に指定されている。庭園は1932年7月23日、県庁寺庭園として国の史跡及び名称に指定されている。県庁寺庭園の指定範囲は仏殿前の白神の植栽と法条裏の庭園である。参拝者や修学旅行生を含む観光客が年間で約50万人訪れる。大人500円。 子供200円の配管料が必要。前述のように座禅修行に使う僧帽などは配管対象外である。指定文化財のうち国宝の盆昇は随時見学可能。その他の書が工芸品の大部分は鎌倉国宝館に帰宅されており、同館の展示で順次公開されるほか、例年11月3日前後に3日間行われる宝物不入れという行事の際、 寺内で公開される。なお、近くの園学寺でも、同時期に同様の宝物府入れが実施される。1886年、修行像学校、修学林を設立。現在の鎌倉学園中学校、高等学校の前身となる。現在も、同校の経営には関与しているが、明確な形での宗教教育は行っておらず。 男子中高一貫教育を行う進学校として運営されている。同校の出身者である桑田圭介が所属するサザンオールスターズが2003年6月21日に境内でスペシャルライブを行い、ミカドがステージとして使用された。入場者はファンクラブ会員の2500名限定であったが、境内に入れないファンが殺到し、付近の路上は大渋滞となった。 ミカドは重要文化財に指定される前であったが、音響機材、照明機材が接する場所はすべて養生され、かなり慎重に運営されたようである。また、2003年6月28日に、第17回 FNS27 時間テレビみんなの歌において、スペシャルライブの模様を収録した映像が放送された。この際、映像の雰囲気が生放送のように見えたため、 視聴者が勘違いしないよう、この模様は事前に収録したものですとテロップを入れ、さらにアナウンサーからも、同様の注意喚起が行われたにもかかわらず、一部視聴者が、サザンオールスターズが今、県庁時でライブをしていると勘違いして殺到した。ありがとうございます。